ごめんください。やっほー、シェフィーちゃん、どうぞどうぞ、空いてるよ。ご無沙汰しています、誉さん。うん、立ち話もなんだし、座って座って。はい、お茶とサンドイッチ。でも若いんだし、遠慮なんかしちゃダメだよ。食後にはアイスクリームもあるからね。ありがとうございます。実は最近ちゃんとした食事をとれていなくて。それにしてもずいぶん用意がいいんですね。私がギルド管理協会に連絡を取ってこの場所を教えてもらったのはほんのついさっきなのに。これくらいのおもてなし、驚くほどのことじゃないよ。だってシェフィーちゃんが来るのは私の能力で見えてたからね。見えて。誉さん、お話をさせてもらう前に断っておかなくちゃなんだけど、今の私たちの敵エリスのことは誉さんも知っているわよね。もちろん、レイジ・レニオンの戦いの後のこと。 ICPO の豚さんがみんなを空間跳躍させるまでは全部見させてもらったから。あ、私はそのエリスの端末というものだったみたいで、自分でも知らないうちにみんなの情報を敵に流してしまっていた。それどころかラビリスタさんのことも傷つけてしまって。あ、でも見られてしまうのはエリスが目覚めていて私の意識がない時だから。だから誉さんのこのアジトはエリスたちに見られていないと思うわ。少なくとも今は。気を使ってくれてありがとね。でもメタモルレグナントとかと違って、私はそんなに一生懸命に自分のことを隠してないから、もしバレちゃったとしてもシェフィーちゃんは気にしなくていいよ。ありがとう。とりあえず事情は大体分かったよ。シェフィーちゃんはどうすれば端末じゃなくなるのか知りたくて私のところに来てくれたんだね。ええ、私はみんなと一緒にいたい。それに敵の手に落ちてしまった兄さんを今のままにしたくない。誉さんはドラゴン族だけじゃなくこの世界のことをいろいろ調べているみたいだし、何か手がかりがあればって。迷惑かもしれないけど。迷惑なんてそんなこと言わないよ。でもカイアちゃんたちに裏のお仕事を手伝ってもらってるみたいに、シェフィーちゃんにも私のお手伝いをしてもらうことになっちゃうけど、その覚悟あるかな。ええ、何でもするとは言えないけど、できる限りのことはしてみせるわ。それじゃあ。結構器用だねシェフィーちゃん。次はここの掛け網お願いね。は、はい。ってどうして漫画のお手伝いなんですか。いやー、だって締め切りもうすぐなんだもん。あの子にもね、いつもこんな風に手伝ってもらってるんだよ。でも最近はとっても忙しいみたいで、原稿が溜まっちゃってたんだ。私も彼が隣にいないとなんだか筆が乗らなくって。そうだったのね。か
彼の代打って言うなら、ますますしっかりやらなくちゃ。真面目なんだから。漫画は誰かを楽しませるものだし、どうせならお手伝いも楽しんでいってほしいな。楽しむ。でもねえねえシェフィーちゃん、手を動かしたままでいいんだけど、ちょっと質問させてもらっちゃうね。シェフィーちゃんはこの世界のことをどう思ってるのかな。え、どうって、ここではない世界のことはうっすら思い出したわ。私が兄さんや両親と一緒に暮らしていたことだから、この世界は架空のものなのよね。でもこうしてペンを握っている感触もサンドイッチの味も本物にしか思えなくて、架空のものなんて信じられないけど。うんうん、それから？それからエリスが悪いのか、それともセブンクラウンズの人が悪いのか、私にはわからないけど、でもひどい世界って思ってしまう。美食殿のみんなや冒険で知り合った人たちのことはもちろん好きよ。それでも私にとってこの世界は、悲しいけどシェフィーちゃんがそう思っちゃうのはしょうがないよね。あなたは今とっても辛い立場なわけだし。誉さんは、あなたはこの世界のことをどう思っているの？私はね、大好き。ううん、大好きだったって言うべきかな。だった？それじゃあ過去のことなの？まあもちろん、昔だって不満がなかったわけじゃないよ。開発者に問題があって自分たちだけチートを使って有利にゲームを進めたりしてたのは、それってどうなのって思ったし。でもすごいよねミミって。現実ではできないことがいろいろ体験できちゃう。魔法が使えたり空を飛べたりとか。ミミ？ああごめんごめん、まだそこまでは認識が戻ってないんだね。そもそもね、私はね、小さい頃からお話を考えたり想像したことを絵に描いたりするのが得意で、楽しくて好きだったんだ。それが高じて漫画家になったり、バーチャルの世界を知りたくてネットワークに詳しくなったり、その過程で彼女と知り合ったりと。それはともかく、耳をつけてレジェンド・オブ・アストルムを最初に起動した時、とってもとってもワクワクしたの。今でも覚えてる。まるでお話の中の世界に飛び込んだみたいに。でも私が好きだったのは今のこんなアストルムじゃない。少なくともシェフィーちゃんみたいないい子が傷つくような世界じゃない。今全然楽しくないよね。こうなっちゃったらね、え、たとえ長老さんから無理だって言われてもどうにかしたくなっちゃうよね。シェフィーちゃんにはできれば漫画のアシスタントだけじゃなく、私のしようとしてることのお手伝いをしてほしいんだ。ドラゴン族っていうだけじゃない、エリスの端末としてのあなたが協力してくれるなら、ううん、あなたが私に身を預けてくれるなら、きっとこの無理ゲーを攻略する裏技見つけられると思うんだ。ええ、むしろこちらからお願いしたいくらい。でも具体的にはどうすればいいのかしら。
そうだね。とりあえずチートしちゃおっか。